パリーグ日本ハム8月3日ロッテ2024年7月2日エスコン F 日本ハムが2日救援ファン投票選出選手発表で DH 部門以外の9部門で救援ジャックした勢いそのままに連敗を5で止めた三類種部門で選出された軍司優也保守26が4回に逆転7号ツーラン二類種部門で選出された上川端第五内野手27 が5回に今季1号通乱ロッテに打ち勝ち再び貯金を1とした。試合前に発表された救援ファン投票最終結果では、最多となる131万4833秒を獲得しパリーグ外野手部門で選出された万波中正外野手、24、を筆頭に、先発投手部門で山崎幸也投手、31、中継投手部門で河野隆起投手、 26、抑え投手部門で田中正義投手、29、が独占。保守でタミヤ料良保守、24、一類でアリエル・マルティネス保守、28、二類で上川端、三類で軍司、遊撃で水野辰樹内野手、23、が選出された。新庄剛監督、52、は、 万波が最多となる130万票帳を獲得したことについて、もう彼が勝ち取った票数なんで。まあ、少しは僕のおかげかなと思います。笑い、はい。なんか去年 MVP 取って、その前は清宮くんで。今年はまた、さらにファイターズの選手が取ってもらえたら嬉しいですね、とにやり。お祭り男として何度も救援で伝説を残してきた指揮官は、僕は7回出て、 優秀選手3回、MVP2 回、7回のうち5回、笑い。それくらい目標にして、連続で賞をもらえるようにみんな。やっぱりそれは大事なことなので、でも勝たないといけないですからね、できたらホームスチールをしてほしいなって思いますけどね。何かね、オールスターは何か爪痕を残してほしい、と旧選手に、心情を超え、という高い目標を持つようにイエールを送った。